皆さんこんにちは、カツです。今回は青梅街道を通って山梨県の笛吹川フルーツ公園まで行きます。それではしばらくお付き合いください。野党青梅市奥多摩町。堀駅前ようやく青梅街道。お、たくさんのかかし。おごちダム、ちょっと寄ってきましょう。ちらっとダムでも見て行きましょう。
はい、小河内ダムでした。バイクいっぱいですね。みんな奥多摩周遊走りに行くのかな。丹波山村、気温16度。道の駅丹波山。はい、休憩していきましょう。はい、道の駅丹波山でした。この後は古津公園の方に向かいます。日陰が結構な涼しさだから、今日も途中からウィンターグローブです。もうすすきが綺麗。そろそろ道の落ち葉が気になりだしてくるかな。センターラインにたまる落ち葉。いい柳沢峠。おお、富士山綺麗に見えんね。いや、いいね。ちょっと写真撮ろう。気温10度。日が当たってればまだ暖かいです。こっちは気温12度だ。甲府盆地の街が見えてまいりました。
円光通りっていうんだ、ここは。観音式圏よいしょ。流通公園到着です。笛吹が古津公園到着です。目の前富士山だ。はい、笛吹きが古津公園でした。では牛奥見晴らしの丘に寄って、それから東京帰ります。フルーツライン、よく見晴らしの丘。
はい、牛奥見晴らしの丘でした。じゃああとは勝沼から高速乗って東京に帰ります。もう小仏渋滞が始まってるのでのんびり行きましょう。ところでパトカー、なんと一時停止無視の取り締まりか。あー、なんかいいなこの道速が動いてないいやー、早く着くかどうかわかんないけど、なんか快適。見てた。ボトル見とえ。マジか。はい、271キロで11リッターぐらい給油しました。リッター 24.8 って出る。
こんな感じで今回は青梅街道大菩薩ラインを通って上吹川フルーツ公園まで行くツーリングをお送りしました。大渋滞にあって、なんかすごいどこ走ってたか分かんない状態になりましたが、奥多摩や甲府盆地の方では綺麗な景色が見られて良かったです。こんなところで今回の動画は終わりにします。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。